全米は、ビレム・フレデリック・ヘンドリックで、海軍に長く勤務していたことから、ヘンドリック公開王子とも呼ばれた。ヘンドリックは1820年6月13日、オラニエコ・ビレムとその日であったロシア皇帝パーベル一世の王女・アンナの間に、第三子として、スーストダイク宮殿で生まれた。ヘンドリックは、海軍士官として、軍歴を積み、最終的には、 海軍大将に任じられた。また1849年に、父ビレム2世が没すると、兄の親王ビレム3世によって1850年2月5日に、ルクセンブルクの総督に任命され、以後1879年に没するまでその地位に、あった。1853年5月9日、ヘンドリックは、ザクセンバイマルアイゼナ派代行士、 カール・ベルン・ハルトの娘アマーリアとバイマルで結婚した。彼女とは子供がないまま死別したが、オランダ王家が断絶しかかっていた、ビレム3世には当時存命の息子が2人いたが、長男のオラニエコー・ビレムは30歳になろうというのに、見込んで、三男のアレクサンダーは病弱であったので、ヘンドリックは再婚相手を探した。そして彼はプロイセン王子。 フリードリヒカールの娘であるマリーと1878年8月24日にポツダムの新宮殿にて結婚した。しかしヘンドリックはそれからわずか5ヶ月後の1879年1月14日にバルフェルダン中にて死去した。5歳のマリーとの間にも子供はいなかった。ありがとうございます。